はい、皆さんこんばんは。スプラウトの時間です。この番組は月曜から金曜の平日夜9時から全てのお話初心者の方と一緒に学んでいく番組となっております。本日のテーマなんですけれども、今日は、アジアンタムを、ご紹介していこうと思っております。アジアンタム8ですね、8もの。はい、アイロニーではね、このアジアンタムの8もの、あの写真を撮るときなんかに下に置いて、一種 のディスプレイとかとね一緒に飾ったりしてるんですけども、切り花としてもね出回ってるので、このアジアンタムが入るとね、もう本当アイロニーらしさが出る、そんなねもう重宝している、植物です。はい、今日どんな話しようかなと思ったんですけど、アジアンタムっていうのはシダ系のね植物なので、シダっていうのはねもう本当もう植物の始まりから話してもいいんじゃないかなと思ったので、今日は植物の始まりの話をしていこうかなと思っております。はい、で、植物の始まりなんですけども、まあちょっと何年前とかっていうのがあって、そこがちょっと難しかったので、ちょっとカンペを見ながらお話しさせていただこうと思います。はい、まずね、植物の始まりっていうことなんですけども、もう何年約40億年ほど前に遡ります。40億年ってどのぐらいなんでしょうね、もう想像つかないですけど、ちょっと40億年って想像つかないですね。はい、約40億年ほど前に遡りまして、最初に誕生した植物、皆さんどんな植物かご存知ですか？ちなみに、一番最初に誕生した植物ってもうほんと最近のような、もう目ではもう把握できない、認識できないぐらいの、もうほんと最近のようなものだったそうです。はい、それが、約40億年ほど前ですねの話です。そこで、最初に誕生した生物ですね。それがその名前はちょっと出てこなかったんですけど、そこから約10億年後です10億年後に、二酸化炭素と水を使って酸素と栄養を作り出すことのできる植物が、現れたそうです。だから今から約、30億年前ですね、およそ30億年前に、そうやって今の植物の形というか、二酸化炭素吸い込んで、酸素を出すっていうね、植物の流れというか循環、酸素と水を作り出す、二酸化炭素と水を取り込んで酸素とか栄養を作り出すのが、生まれたそうです。はい、でその時点でもまだ今の植物、皆さんが想像するような植物みたいに根っこがある植物ではなかったそうです。はい、でその時点、まあその時の状態で言うと、もう水に、海にいるような、海にこう流されてるような感じの、もうほんとちっちゃいものだったそうです。はい、ここから、進化していきます。やがてそれらが昆布のようなものになったそうです。で最初はそういう、今植物として、僕らが見てるような植物として認識できるようなものは、昆布のようなものが海で生まれたのが最初だそうです。はい、でやがてそれらが進化していって陸でも、生活できるようになっていったと。でそれらが、今でいう、キノコとか、はたまたツクシとか、そしてこの、シダ系の植物だったそうです。でそして特にシダ系が発展していったそうです。そこから背の高いものが生まれたりとか、
あのシダ系の植物でこう地球がこう森のように、覆われていったそうです。それが、約、3億年くらい前、この陸が覆われるのはシダでこう覆われるようになったのが約3億年くらい前だそうです。一気に縮みましたね。まあ、言うてもそれでも3億年くらいありますけれども、背の高いものが生まれていろんなものが、シダ系、成長していって進化していったそうです。で、そこからですね、まあ、森のようにこう覆われていったんですけども、その時のシダが、今使われているような石炭として、使われているそうです。すごくないですか。本当かなって思いましたけど、今そうやって石炭として使われているものが、その時代の、シダ系の植物だそうです。はい。そして、まあね、長い年月をかけてそうやって成長していって、で、まあ、その約3億年前ぐらいに、ね、こうシダ系の植物が発展していって、そこからあの今ね、木と呼ばれる木、木ですね、木と呼ばれるものが、出てきたそうです。はい、すごいですね。3億年前ぐらいだそうですよ、今の木というものが生まれてきたのって。40億年前の地球ってどんな感じだったんでしょうね。そうなってくると逆にそこがちょっとあの不思議ですけども、だいたい、人間が生まれてきたの、人間が生まれた誕生何年前ぐらいか、皆さん分かりますか。人間が生まれたのはですね、おおよそ200万年前だそうです。もう本当今のこの僕らの人間の形になる前ですね。もう本当200万年前、それでも200万年前ですからね。40億年前ってどんぐらいなんでしょうね。想像もつかないですけども、はい。そんなね、植物発展していったシダ系、シダのね植物、そのシダの仲間であるシダに分類されるこのアジアンタム、今アイロニーのねオンラインストアで、販売中です。はい、これ本当ね、今だんだん暑くなってきてもう爽やかですよね。アジアンタムあると涼しげですごくいい。何が難しいって、あの水切れしやすいというか、シダってあの湿気をすごく好む植物なんですね。シダ系の植物っていうのは、なので常に、土が湿ったような状態で、管理してあげるっていうのがね、好ましいと。でかつあの火にもねちょっと当ててあげた方がいいんですよ。アジアンタムって結構徒長しやすいんですよね。徒長っていうのはあのなんかヒョロヒョロっと伸びていくことなんですけど、で徒長していくとすごい弱いんですよ。もうすぐあ大きくなってきた、伸びてきたと思ったらすぐダメになったりするので、時々あのそうやって日にちょっと当ててあげたりとか。ただあの強い日差しはすごい苦手な子なので、まあ、優しい光、カーテン越しの光とかがいいかもですね。でもし直射日光当てるならもう短時間、5分とか10分とか15分ぐらいに、長くても15分ぐらいにしてた方がいいんじゃないかなと思います。真夏は多分当てない方がいいと思うんですけどね。はい。で、寒さにもね、寒さと乾燥にあんまり強くないので、エアコンが直接当たる部屋とかは、当たるところとかはなるべく避けてあげた方がいいですね、アジアンタム。はい。寒さにもね、だから冬越しちょっと窓際とかに置いてると、出かけて帰ってきたらはっみたいな、茶色くなってるんですよ。それはもう冬寒さにやられてる証拠なんですけど、一気にやられちゃったりするので、そこら辺がちょっと注意が必要なんですけども、まあそこら辺のポイント押さえてたら全然育てれると思います。これあるだけでね、すごく部屋の雰囲気も変わるので、ぜひ。
で、アジアンタム、もちろん水やりもそうなんですけども霧吹きをしてあげるとすごくいいです。これ水をかけても弾くんですよ、アジアンタムの葉っぱって。例えばじょうろとかでね水やりするとするじゃないですか。で葉っぱにかかったりすると思うんですけど全部水弾くんですよ。水弾くのでこの霧吹きのこの細かいやつだったらしっかりつくんですよ。あ、これ今何もかかってない状態ですね。わかります？何もかかってないですよね。さあこうやって霧吹き仕上げるとこれでしっかり湿ってくれるので、こういう霧吹きの細かい霧だとすごく湿気が好きな子なので、しっかり裏からもね、葉の裏からもしてあげると、すごく育てやすいので元気になってくれるので、霧吹きはねもう毎日してあげていいと思います。はい、そんなアジアンタム、今販売中ですのでぜひ自宅で楽しんでいただけたらと思っております。そしてこのアジアンタムにプラス、ドマーニというね、ベルギーのベルギー発祥の、これドマーニは8カバーになるんですよね。8カバーも、今ドマーニとアジアンタムのセットで、販売中ですのでぜひ、そのセットで、すごくおしゃれに仕上がるんで、ぜひこれなんですけど、このドマーニね、ちょっと今芦屋店にそのドマサイズのドマーニがないんですけど、これはちょっと大きいやつなので、大体の雰囲気はまあこんな感じです。これオパールですね。もう一つグレーが販売してるんですけども、グレーとオパール販売中です。ぜひアジアンタムのセットで。でこのドマーニのいいところってね、おしゃれじゃないですかこれ。だからインテリアとしてもすごくいいと思うので、この鉢カバーで使ってもいいし、あとは花瓶としてねもう使えるんですよ。ただこれ注意必要なのが、これにそのまま水を入れてしまうと鉢カバーなので水が漏れたりすることがあるらしいんですよ。これはなのでもしこのドマーニに、花飾ったりするときとかはこの中に花瓶を入れて、シリンダーとか何でもいいですけど透明な花瓶とかねいろいろあると思うんですけど、それを入れてもうこれもあくまでカバーとして使ってあげるとねすごくおしゃれになって、これもね花生えるのでおすすめの、器の一つです。ぜひ、アジアンタム、初めての方でもね楽しめると思いますので、ぜひアジアンタムお楽しみください。はい、ということで本日は終了したいと思います。この動画がいいねと思った方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもよろしくお願いします。はい、では皆さん今日も一日お疲れ様でした。また明日お会いしましょう。では。